今この瞬間にネガティブな言葉が出る人、ネガティブな発想が浮かぶ人、ネガティブな行動を取る人の人生は、これらのネガティブの積み重ねで形成された人生となる。だからこそ、人を一瞬で見ればその人の人生がわかるというのは、その人の瞬間瞬間で行うすべての行為が、その人の人生を表しているからだ。故に、できないと口癖で言う人は、できないという思考、そこから出てくる行動の積み重ねにより、その人の人生がどうなるかもまた想像にたやすい。だからこそ、言葉には言霊が宿るという表現も一見わかりづらいが、言葉に発すればそのように人生が形成されるという、昔の人が感覚的に理解し残した言葉だ。優雅もまた同じ。優雅になるためには、その発想と行動が必要。人生とは、この瞬間の発想、思考が集積したもの。そして、人生を彩るためには、誰かに与えられることになれず、自ら想像し、組み立てていくことを意識しなければならない。そのためには、時間を贅沢に、また、有意義に使えることになることも、自身の人生を彩るためには必要なことと言える。4年目ぐらいから気がつけば、自然と声に出るようになった。綺麗な景色だなぁ、と。これが優雅の第一歩。外国人は一緒に海を眺めたりすると当たり前のように言う。こんなに綺麗な海を見られる。幸せだな。分かっていたはずなのに、できていなかった。いや、結局分かっていなかった。言葉を口から出す大切さを。